最強の呪術師。12月24日、満を持して公開した劇場版呪術廻戦ゼロ。みんなはもう見たかな？なんと、初日の興行収入は、10億5000万円。惜しくも、鬼滅の刃、12億円には敗れたが、歴代2位の破壊力だ。どのぐらいすごいかというと、あの爆発的にヒット映画でおなじみの、天気の子は、2日か3日で 16.4 億円だったらしいからね。オワコンとか言ってた猿はビビり倒しているだろうね。とにかく、すごくすごく最高だった。特に私を好きな人なんかは、過去の私と、悟と翔子が散りばめられていて、感無量といったところかな。デビュー動画を上げてるので、そちらの方を見てくれ、必ずだ。数多くの新キャラが登場する本作品で、めちゃくちゃに目立っているキャラクターがいたよね。そう、ミゲルだ。原作コミックスを読んでいない生徒は、誰だよこいつって思ったんじゃないかい？今日はそんなミゲルについて解説していこう。情報が少ないキャラだが、この授業に彼の強さや凄さをまとめている。知らないとファン失格。そんな猿は、一旦外に出ましょうか。授業の後半では彼が今後物語にどう関わっていくのかも考察している。呪術廻戦が一気に面白くなる考察だ。必ず最後まで見て理解してくれ。ところで、ミゲルの声優を知っているかい？映画に行った猿はわかるよね。あの超特級声優、山寺宏一だ。代表的なアニメキャラといったらエヴァンゲリオンの梶良次かな。正直有名すぎてどれが代表作品かわからないよ。さて、今日の時間割だ。ミゲルは謎が多くて考察しがいがあるよね。他のキャラもこれからどんどん考察するつもりだから。気になったらチャンネル登録しておくように。それでは、始めよう。授業展開。最強とまでは言い過ぎかもしれないが、強いというのは明らかだ。なぜなら、作者である芥見校長が、百夜行の MVP と、霊感のおまけページで評価しているからね。さらに極めつけは公式ファンブックにある。ミゲルについての新情報は、という質問に対し、強い。と一言。いや、それだけって見た時は少し笑っちゃったけど、言い切っちゃうのが芥見校長らしいと思わないかい？正直、ミゲルは霊感で、数ページ登場した程度、ここまで情報量の少ないキャラクターに、これだけの評価をするってことは、作者公認済みの強キャラとして認めていいだろう。あとは、やはり、超特級声優である山寺宏一をキャストしているところかな。呪術廻戦を知らない人から見たら、なんでこの脇役に山ちゃん？って思うよね。作者にもアニメ制作陣にも愛されすぎ、これで強くないわけがないよ。作者公認の強さを誇るミゲル。その強さの理由の一つ、国情を紹介しよう。正直こいつが特級呪具並みに超強い。初登場は霊感での悟との戦闘。その時はまだ名前すらついていなかったね。後に天元の口から国情という言葉が出て、初めて名前が判明したんだ。その能力は、あらゆる術式を満たし、操作すること。要するに、相手の術式を打ち消す術式キラーってことさ。悟の封印を解く呪具として、特級呪具、天の逆方と並べられるほど知名度のある呪具だ。ちなみに等級はついていないみたいだが、公式ファンブックでは、特級相当と書いてある。そりゃそうだよね。名は一本一本に珍しい呪いが編み込まれており、ミゲルの母国の呪術師が10年以上かけて編んでるみたいなんだ。10年ってすごくないかい？中学校入学してから大学卒業するくらいの長さだよ。編んでる呪術師がちょっとかわいそう。弱点としては、天の逆鉾と違い、消耗するということ、使えば使うこと短くなる。悟との戦闘でみるみる短くなっていたけど、これにはミゲルも驚いていたよね。この反応から考察するに、そう簡単に短くならない呪具と言えるだろう。悟の無加減呪術が異常すぎるんだよ。使用制限はあるが、どんなに強い術式にも効果がある呪具ってわけ。こんなのチートだろ、ほんと。そんな呪具を持っているミゲルは、やっぱりただものではないよね。極上という強い呪具を持ってはいるものの、相手はあの五条悟だ。小手先だけではどうしようもできないよね。そんな悟をミゲルはなんと10分も足止めしたんだ。その凄さについて説明しよう。そもそもとして、悟を止める10分という時間がどれだけすごいことなのか分かってほしい。復習だよ。渋谷事変でのジョーコのセリフをみんな覚えているかな。原作11巻の第90話だ。獄門鏡を使った悟封印計画で、半径4メートル以内に1分間とどめるという条件を伝えられるジョーコ。そのことに対し、猛前な人間どもその一生を幾千積み重ねても釣り合わんぞ。と言ってブチ切れていたよね。悟を止めるということがいかに難しく無謀なことなのか、それを証明するセリフだ。実際渋谷事変で、悟はジョーゴ、花見、長宗の3人を術式を使わずに抑え込んでいた。花見に関しては呪力だけで押し潰しちゃったからね。悟を10分止めることがどれだけすごいことか理解できたかな。そんな化け物級の強さを持つ悟も、過去に苦戦した相手がいる。そう、あの憎き、伏黒統治だね。天与呪縛による作中最強の身体能力を持ちながら、特級呪具、天の逆鉾を所持、さらには、相手を倒すためなら入念な計画を徹底的に行うというまさに、術師殺し。そんな伏黒統治も、悟を止めることはできなかった。しかも、当時悟は覚醒前だ。ミゲルが悟を止めた時の状況はどうだろう。悟はすでに覚醒しているし、私に騙され、光線に戻ろうと、若干半切れ状態。状況は最悪だよね。そんな悟に食らいつき、
攻撃をさばいてカウンターまで食らわせている。とっておきは術式反転赤を受けてノーダメージというところ。飛ばされてきたミゲルを心配するミナコに、見て、別れ、と喋る余裕すらあるんだよ。サトル自身も、面倒な奴がいる。と、陸眼でミゲルの強さを見抜いていたね。みんな気づいたかな。些細なセリフだけど、これはかなり重要なセリフだ。何せ呪力や術式を読むことができる。あの陸眼をもってして、面倒な奴だからね。ここはテストに出るからみんな覚えているように。現代最強の術師、五条サトルが認めるミゲル。フィジカルも使う呪具もトップクラス。作中では術式も使っていないようだったし、まだ何か隠していそうだよね。映画館でそれが分かったりなんてね。サトルの攻撃を受けに受けまくってたダフネスガイだったよ。さてここからは考察の時間だ。これだけ強いミゲルを芥見校長が黙って放置するわけないよね。これからどう物語に関わっていくのだろう。その鍵は海外の呪術師になるのだと私は考えているよ。物語の中で所々登場する海外というワード。京都校交流戦前のサトルの海外出張やつくも行きの海外放浪。私はこれがすごく気になっていたんだ。海外の呪術師についてつくも行きが賢者、通称メランパンに話してくれていたよね。みんな覚えているかな。単行本16巻136話でのほんの1コマ。海外では日本に比べて呪術師や呪霊の発生が極端に少ないというセリフだ。海外にも呪術師がいるということを証明するセリフであり、このシーンでは世界地図が少しだけ映っていた。彼の国としてアメリカ、中東諸国としてサウジアラビア、イラク、カザフスタンだ。ミゲル自身ももともとは私にスカウトされて日本に来た呪術師。海外にも少なからず呪術師はいるということを証明している。私はこの海外にミゲルのような強い呪術師が多くいるのではないかと思っているんだ。その理由としては、一つ、呪術の発祥は日本ではないというところ。二つ、海外では呪いの質が日本と違うというところ。ここについては話すと長くなってしまうので、いつか授業できればと思っている。気になる生徒がいたらコメントで質問してくれよ。この二つの理由から、日本とは違った呪術が海外では発展していると考察しているんだ。どんな強い呪術師がいるのかワクワクするよね。今後世界を巻き込む大きな事件が起こった時、きっと彼らが登場するだろう。海外の呪霊と呪術師、思う存分に呪い合おうじゃないか。海外にはまだ私たちの知らない呪術師や呪術がある。それが今後呪術回戦を盛り上げるきっかけになると私は考えているよ。そういった意味でミゲルやつくもといった海外に精通するキャラクターが物語のキーマンになってくると思うんだ。というか海外勢はその二人と乙骨めいめいくらいしかいないからね。きっとそこでなぜミゲルがあそこまで強かったのかという伏線が回収されるのだと思う。例えば日本にはない呪力操作とかね。それがイタドリたちの成長の鍵になってくるだろう。その力で伏黒がマコラを重複できるようになった。激アツじゃないか。その力を教えてくれるキャラクターがミゲルになってくれたら先生も嬉しいよ。ファンからも作者からも強いと太鼓判を押されるミゲル。まだまだ謎の多いキャラクターだが、今後その謎が物語にどう関わっていくのか本当に楽しみだ。映画の山寺宏一の渋さが相まってか、本当いいキャラになったね。では宿題の前に、今日の授業少しでも面白いと思ったらぜひチャンネル登録してくれ。これからもっと面白い授業を展開するよ。さて今日の宿題だ。海外にはどんな呪霊がいると思う？私は風に関連する呪霊がいると思うな。アメリカとかハリケーン災害が有名だからね。それでは次の授業で、さようなら。